肩に置いた手振り切るように俺の背中に回って泣いた。あれは雪という女。少し遅れて歩く癖、それを叱って抱き寄せた。続く坂道、日の差す場所に連れて行きたい。このままそっと、あれ手に浮かんだ茶柱で明日を占う細い指。どこか向こうが取り付きやすい、そんな気がする。